見て見て、この可愛いアクセサリー買ってもらったの。素敵なネックレスだね。とても似合ってるよ。褒めてくれて嬉しい。でも、春子さんがネックレスつけてるなんて珍しいね。そういうのをつけないイメージだったよ。実はメイさんに影響受けちゃったんだよね。私に？メイさんっていつも素敵なアクセサリーを身につけてるじゃない？ずっと羨ましくて、私もおねだりしてみたの。素敵なアクセサリーだなんて照れるな。でも、褒めてくれてありがとう。みんなから聞いてるよ。いつも旦那さんからプレゼントしてもらってるんだってね。本当に羨ましいよ。でも実は、ただの甘いものなのよね。私の夫、アクセサリー販売の仕事をしているのよ。シャバリで安く買えるからって、営業ノルマに利用してるだけなのよ。それでもいいじゃない。私の旦那なんて結婚してから一度もプレゼントないんだから。そうなの？でもこうして素敵なネックレスをプレゼントしてくれたじゃない。違うわよ。これは旦那からのプレゼントじゃないの。今付き合ってる人に買ってもらったんだ。え？今付き合ってる人？もしかして春子さん、浮気とかしちゃってるの？とても素敵な人に出会えたんだよね。旦那と違ってネックレスを送ってくれる優しい人なの。ちょっと春子さん、あなた何言ってるの？浮気なんてしちゃダメだよ。既婚者に手を出してる時点で素敵な人なんかじゃないって。そんなことないよ。彼も妻と離婚して私と一緒になってくれるって言ってるし。え？浮気相手も既婚者なの？そうなの。お互い離婚して一緒になろうねって約束してるんだ。それ絶対に嘘800だよ。その男に絶対騙されてる。春子さん、今のうちに絶対別れた方がいいよ。騙されてなんかないもん。もう二人で婚姻届にサインもしたし。婚姻届も？あとはお互いが離婚してくるだけだから。メイさん、旦那のエイトさんと早く離婚してくれないかな。え？実はもううちは離婚が成立したんだ。だからあとはメイさんたちが別れてくれるのを待つだけなの。ちょっと待って。え、春子さんの浮気相手って私の夫なの？メイさんのアクセサリーに憧れてるうちに素敵なプレゼントをしてくれる旦那さんにも憧れちゃったんだ。えへへへへって、こんなのひどいよ。ママ友の旦那と浮気って一体何を考えてるのよ。こんな裏切り人生で初めてだわ。何って、彼と一緒になることしか考えてないけど。は？私と違って今まで旦那さんから愛されてきたでしょ。たくさんのアクセサリーをプレゼントされてきたでしょ。そろそろ私と交代してくれてもいいと思うんだけどな。はぁ？それにエイトさん、いつも言ってたよ。プレゼントに慣れちゃったあいつの反応はつまらないって。せっかくのプレゼントを喜んであげないなんてかわいそうだよ。いや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 、だからって浮気していいことにならないでしょ。それにプレゼントって言いながら実は営業ノルマの余り物だし。それでもいいじゃない。プレゼントされるだけ。メイさんは贅沢すぎるのよ。エイドさんにケチつけるなら私にくれたっていいじゃない。え？私なら彼が嬉しくなるような喜び方ができるもん。だから早く彼と離婚してちょうだい。もちろん浮気の慰謝料を払ってあげるから。彼にふさわしいのはメイさんじゃなくこの私なの。そう、そこまで言われるならわかったわ。離婚でも何でもしてあげようじゃないの。え、本当に？ママ友と浮気するような夫も、人の夫を略奪するようなママ友も私には必要ないわ。とっとと離婚してやるわよ。うん、やったー。これでやっと私たちは夫婦として結ばれるのね。これから彼のプレゼントは私が独り占めよ。どうぞ、アホ夫を独占してください。そして二度と交流しないでちょうだい。それが世のためよ。別れるなんてことはないから心配しないで。慰謝料請求は後ほど送るわ。離婚してあげるんだから、早めの振り込みお願いね。お久しぶり、メイさん。元気にしてたかしら？いきなり何ですか？もうあなたと関わるつもりはないんですけど。関わるつもりない？自ら関わりに来てるのに一体何を言ってるのかしら？あ？私の旦那のエイドさんから聞いたわよ。今度、エイドさんの会社に入社してくるそうね。は？エイドの会社？あらら、まだ気づいてないの？
あなたが今度入社予定の会社、私のエイトさんが社長をやっているんですけど。え、そうだったの？そしてパートとして在籍しているの。ま、社長妻だし、ほとんど仕事はしてないけどね。まさか二人が次の職場にいたなんて。メイさんが私たちのために離婚してくれて8年。これったら私のために仕事をたくさん頑張ってくれたの。それで今や会社の社長にまで上り詰めたんだからね。エイトったら、そんなに出世してたんだ。そんなことも知らずに入社って、メイさんって意外とおバカさんなのね。は？ちゃんと入社予定の会社ぐらい調べなさいよね。そういうところで手を抜くから、元旦那の会社に入社することになるんだから。ああ、そういう人だからママ友に略奪なんてされちゃったのかな。はあ？プッププー。略奪夫婦の会社で働くことになるなんて、惨めな人生ね。これからは私たちの下であんたはせっせと働くのよ。社長の彼と妻の私でいつも見下してあげるからね。おあいにく様、私はあんたらと違って惨めじゃないの。あんたたちが私の下で働くんだからね。え？何を勘違いしてるのかしらね。ちゃんとアホ旦那のエイトに詳細を聞いた方がいいんじゃないかしら。はぁ？人の旦那はアホ呼ばわりしないでよ。彼が言ってたんだから、あんたが来月からうちの会社にやってくるって、社員として働いてくれるってことなんでしょ。社長として行くんだよ。え？私に本社から異動命令が出たのよね。本社のアクセサリーデザイナーから子会社社長に就任してくれって。本社のアクセサリーデザイナー？彼から何も聞いてないのね。私、アクセサリーデザイナーとして働いてるの。それでずっと、エイトの会社とデザイナー契約を結んでいたのよね。え？この8年で出世したのはあんたのアホ旦那だけじゃないのよ。私の営業力が買われて、デザイナーから本社勤務の正社員になったの。そこでも結果を出して、今じゃデザイナー兼営業部部長、そしてついに子会社の社長まで任されることになったのよね。何それ、めちゃくちゃすごいじゃないの。褒めてくれてありがとう。そしてこれからは新社長としてよろしくね。合格処分のアホ旦那とその妻のアホ嫁さん。え、合格処分？私が社長として呼ばれたのは会社の業績悪化が原因だもの。責任を取って彼は合格処分で私の部下になるのよ。エイトさんがあんたの部下？今まで社長妻として好き勝手していたようだけど、これからはせっせと働いてもらうからね。元社長妻のパートさん。そんな、今まで社長妻経験で仕事しなくてもよかったのに。見下していた私の会社で働くなんて惨めな人生だね。それが嫌ならクビにしておくけど、その方がいいかしら。はぁ、だってそんな惨めな人生は嫌なんでしょ。良かれと思って提案してあげたんだけどな。ちょっとメイさん、出世して社長の座を奪ったからって調子に乗らないでよ。会社で出世してもあんたは社会じゃ負け組なんだよ。ママ友に旦那を奪われた負け女なんだから。あ、それに私があんたの下で働くなんて許せないわ。あんたは負け組女なの。略奪勝ち組の私の上にいるなんて絶対にありえないわ。でも本社命令で私が社長に就任するのは決まってるし、そんなに私の人が嫌ならとっとと辞めたらいいじゃない。誰が辞めるもんですか。エイトさんの社長の座も譲ってやらないもんね。この私が絶対に阻止してみせるんだから。これで私の勝ちよ。あんたが社長になることは絶対にありえなくなったからね。え？たった今本社に匿名通報してやったわ。今度子会社社長になる予定のメイって女は夫を略奪された負け組女だってね。本社に通報したですって？そんな惨めな女が社長なのはおかしいって抗議してやったの。すぐに子会社社長就任の話も消えるだろうね。いや、いっそクビになったりして。は？あんたが夫を略奪された惨めな女だって本社中に広めてやったの。会社ってのは企業イメージが大切だから、すぐにあんたはクビよ。私の夫、本社部長なんだけど。え？この8年の間に私再婚したのよね。じゃないじゃ旧姓を名乗っているから気づかなかっただろうけど。え？え？
仕事とプライベートは関係ないと思って、夫には子会社の略奪夫婦については黙ってようと思ってたの。よくも私の気遣いを無駄にしてくれたわね。どうしよう、略奪女が元旦那の上になるのはおかしいって言っちゃった。ああ、完全にバレたわね。今夫からたくさん電話来てるんだけど、もしかしてこのことについてかしら？嘘だよ。知らねえ。私の思い通りに首を言い渡されるかもしれないわ。略奪されるような不甲斐ない女は社長にできないって。ハルコさんって一応パートで働けるのよね。うちの制作アクセサリーのコンセプトを知らないのかしら？え？コンセプト？強い女よ。そのおかげで、本社じゃシングルマザーもたくさん在籍しているの。へえ。もちろん浮気されて離婚した人も多いし、それが理由で合格処分やクビになった人なんていないから。そうなの？むしろ社内風紀を乱す社員への当たりの方が強いかも。そんな本社に自爆通報ありがとね。あ、ぼ完全にしくった。すでにそのアホ頭かな。それじゃあ来月から新社長としてよろしくね。あなたたちがまだ在籍していればの話だけれど。その後に分かったことなのですが、子会社の営業成績悪化は、パートとして在籍していた春子さんが商品のアクセサリーを横領していたことが理由でした。自分で身につけるだけでなく横領もしていたそうで、当然責任を取ってクビ。元旦那もこのことを見逃していたらしく、二人揃って会社を追い出されました。退職理由のこともあって、二人は未だに再就職もできていないそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。